高木さんに会いたかったから。それに今日ホワイトデーだし、今日中にお返ししなきゃと思って。そんないいのに。高木さんだって2月14日にくれたし、俺も3月14日中に。でも落としちゃって、ごめん、お返しできない。お返しならもらったよ。西方の気持ち受け取ったから。ありがとう。